こんにちは、吉田さん。人間はロジックでいくところと感情でいくところ、これをうまく使い分けていかないといけないですよね。だからなんか口論になった時に、そんなん感情論じゃないかっていう人がいますけども、これは相手をなんかね、言葉を詰まらせるための一つの手法なんでしょうね。感情論じゃないかみたいに言って、その言い方が感情じゃないかみたいなね。で、あとお客さんっていうのは気分で物を買うわけですよね。で、サービスを受けた後は快適になりたいわけですよ。ということは、感情をコントロールするのがビジネスとも言えるんですよ。面白い映画とかね、ランボーとかね、ロッキーの4がリメイクで今度始まるらしいですけども、ロッキー4見ても人生なんか関係あるんですか？関係ないですよ。でもその瞬間だけワクワクしたいし、その瞬間だけ面白くいたいし、あとはね、誰かのレビューを見たり聞いたりして影響を受けていきたくなるわけじゃないですか。で、プロモーションや CM っていうのも人の感情をかきたてるためにロジックを積み立てていってるわけですよね。だからロジックと感情のこの組み合わせなんでしょう。で、今日は一つ歯磨きを例えにしましょう。歯磨きを感情込めてやる人ってあんまりいないと思いますけども、でも可愛い彼女とのデートの前っていうのはついついね、感情込めて歯磨いちゃいますよね。だからそういうことじゃないですかね、全ては。感情だけでもやっていけないし、ロジックだけでもやっていけない。人間はその狭間で生きる、まさに人と人との間、感情の間に生きているってことなんじゃないかなと思いますよね。いってらっしゃい。